メイドインジャパン、メイドインジャパン、メイドインジャパン、日本製とは、日本で製造された製品であることを示す表記である。日本は、第二次大戦後の復興と高度経済成長の中、1960年代からの数十年は、世界の工場と呼ばれるほどに製造業が躍進した。しかし、経済成長の過渡期であったため、当時の日本製品は、 必ずしも良質とは言えぬ場合も少なからずあり、海外での評判も現在ほど良いものではなかった。ただ上の場合が起因しているわけではないのではという意見もある。1990年代には東西冷戦の終結による企業のグローバル化やバブル経済の崩壊による円高から国内外の各企業はより人件費の安い中華人民共和国や太陽国へ 生産拠点の移転を進めた。この頃から日本の製造業は本格的に空洞化が始まり各地で菓子工場や廃工場が目立ち出す。後者では商業施設や宅地への転用もされ出したが今後の世界競争力を維持することも欠かすことはできない。そこで製造業学者は従来以上に品質を重視した製品開発に転換し国全体で見ても 発展の進んだ経済先進国として前述した新興国で製造された廉価製品と差別化を図ることになる。上記のような経緯と日本の経済水準自体が向上したことから総合的に高品質化した日本製品の価値は次第に高くなり21世紀現在では世界に通用する高評価を得られるようになった。近年の日本製品は 構造的な堅牢性や安全性は元より、製品の出荷前検査なども高水準であるとされる。この要因として、繊細な部品を多く取り扱う精密機器の組み立てや、高度な加工技術を求められる、航空宇宙向け機械の設計、製作といった作業が、巷において、神経質かつ、手先が器用とも言われる、日本人に公的なためだと思われる。 しかし、自動車の構え対応接やプリント基板への部品組み付きといった作業は、安全面や正確性、費用対効果の観点から産業用ロボットで製造されており、製造単価削減のために、中華人民共和国や対応国といった人件費の安い諸外国に生産拠点を移しても差し支えがなくなりつつある。よって、近年のデジタル家電などにおいては、表記が メイドインジャパンであっても、基板やイヤホン、リモコン、電池や電源コード等、ほとんどの場合で、中華人民共和国や、東南アジア諸国を、主とし外国製が含まれている。このため、樹脂や金属といった、材料資源を除いても、100%の作業が、日本で行われた純粋な、メイドインジャパンイコール日本製の表記を持つ製品は、年々減少しつつある。 パソコンをはじめとする製品群には主要な構成部品を海外で製造し、筐体への組み立てや製品検査のみを日本で行う事例がある。この場合、メイドインジャパンと表記することはできず、代わりに太陽国で製造、日本で組み立ての場合のように表記するか、主要構成部品の製造国のみを記す。戦後占領期の日本では1947年、 昭和22年2月の連合国軍最高司令官司令として輸出向け製品に占領下日本製と表示することが義務付けられた。1949年昭和24年12月には連合国軍最高司令官司令としてメイドインジャパンやジャパン表示も認められ義務ではなくなった。これらはメイドインジャパンから想起される品質であるとは限らないが コレクターの間では、オキュパイドジャパンもの、マイアジモノなどと呼ばれ、特別な価値を持って取引されている。北米では、人気が高い。陶磁器や玩具がよく知られているが、カメラや双眼鏡のような光学機器、計算尺のような製品もある。同様に、通軸国側のドイツでも、連合軍軍世機、1945年から1955年において、 合衆国統治地域のドイツ製などと表示された。前述したように、日本では製造工場を世界へ移転させているものの、2007年以降になると中国製品の安全性が問われ始め、日本製品の品質が注目され出した。 大手ファッションブランドなどは諸外国から日本に工場を移したり、技術や知的財産の情報漏えいを危惧した日系企業が世界から工場を撤退させ、シャープ、亀山工場のように日本を中心とした生産拠点を持つ場合も多くなっている。2000年代以降は中国の賃金が上昇しコスト的な優位さが少なくなったため、1000円台の腕時計であっても、 定番商品であれば、工場の自動化により中国生産と同等のコストで製造が可能となっている。このような世相を反映してか、各媒体にて日本製や国内製造を強調した企業や製品群も出現している。東京の秋葉原、新宿、渋谷、池袋、有楽町、大阪の日本橋、南波、新災橋、梅田などに来訪する。 外国人にとって日本製品の人気は高く、お土産や転売の目的から高価格帯の製品を多数買い求め例も多い。日本で使用されていた中古品とは限らない。それでも世界では日本市場で日本人に売買され使われていたものは高品質と思われていて人気だという。特に中古車に関しては車検制度の存在。 10年10万キロは廃車とまま言われるような走行距離の短さと買い替えサイクルの速さといった背景から来る高品質低価格という現状から活発に貿易対象となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。